ちょっと今両目を閉じてみてください閉じました何か見えますか何も見えなくなりますよねもし朝起きて突然この状況になっていたらどうしますかちょっと目を閉じたまま想像してみましょう今日朝起きてまず何をしましたスマートフォンのチェックとかですかねでも目見えないとできないですよね朝ごはん食べました お箸でご飯つまんで口に運ぶこと洋服を選んでボタンをかけ違えずに着替えてそして人や車にぶつからずに今日のこの会場までたどり着くことってできたと思いますかきっと難しいですよねじゃあ目を開けてみてくださいちゃんと見えますよねはい私たちは目が見えなくなる ただそれだけのことで日常当たり前のように行っている多くのことができなくなってしまいますスマートフォンを見るご飯を食べる着替える出かける私たちが生活をする生きるということはイコール見ることであると言っても過言ではないと思います一説によると人間は外からの情報のうちのなんと80%以上を目で見ることで生きています その80%を担っているのがこの目という臓器なんですね。この目の大きさはたったの2 4ト、mm、ルこの小さな臓器の中にものを見るためのたくさんの構造そして素晴らしい機能が詰まっていますああなんてこんなに小さいのにすごい臓器なんだろうまるで宇宙みたいだなっていうふうに僕は思っています。なので私たちは ここの目のの目と、とミリの小宇宙いいうふうふに呼んでいます。なぜ見ることができるんでしょうか見えなくならないためにはどうしたらいいんでしょうかそしてよりよく見えるためにどんなことをしたらいいのかそんなことを僕たちは研究しています世の中には星の数ほどの学問がありますそのすべてを一人の人間が 学ぶことは絶対に不可能ですただそのたくさんの学問の中に一つだけみんなそれぞれにあった運命の学問があるはずなんですね僕はこの目のことを学ぶ学問に本当に偶然出会いました出会いは偶然だったんですが運命の出会いでした今日僕と皆さんは、まあ、こういう形で偶然出会いました この偶然の出会いが皆さんにとって運命の出会いであることを僕は期待していますぜひ目のことに興味を持って学んでいきましょう一緒に2 4ミリの小宇宙を冒険しましょう <music>